みやびし。みやびし。ねえ、みやびし。なんで無視するの？無視してないよ。我慢って。ちょっと今忙しいかな。忙しいって何してんの？あれ？みやびくん、無視したら寂しい気持ちになっちゃうよ。うん。いや、これマジで見るか迷うんだよね。何言ってんだろ、ちゃん。お話ししよ。ねえ、なんで無視するの、みやびくん。なんで無視するの。なんで無視するの。ない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 。うん、なんで無視するの。無視しない。無視しないけど、ないない。どうした。お菓子一緒に食べよ。うん、ちょっと、ちょっと、重い。重くないよね。軽いよね、軽いよね。ちょっとねえ、大げさだよ。ちょっと、ちょっと待って、苦しい。ひどいって。てか今日動画上げる約束は。ああ、ちょっと、ちょっと明日ですよ。今日絶対乗せるって言ったじゃん。ちょっとだけ明日にして。何ちょっとだけ明日で。一回これやめなもん。オッケー、ちょっと寝るわ。なんで。え、もう寝るの。また明日ちょっと頑張るわ。あ、おやすみ。時は満ちた。これからですね、みやびくんが大事に大事にしているポケカを売りに行こうと思います。いや、心が痛むね、本当に。とっても心が痛む。だけどみやびくんと約束を交わしたのにね、約束守ってくれなかったので、仕方なくやっていこうと思います。みやびくんのポケカの場所を知っているんです。そう、ここ、これこれこれね。このなんか厳重な金庫みたいな、これの中に入っているってことは。ヤッホー、てんちゃん。どれが大事なカードかな。わかりやす。これもあの強盗に優しい。星4、超大事。大事そうなカードがいっぱい入ってる。このカードは私がいただいた。これ、これなんかヤバそう。これもよくわかんないけど持ってこう。この2つのカードたちは私のものになった。私が代わりに愛を与えますね。いきますよ。行き過ぎた。秋葉に着きました。今からさっきみやびくんの部屋から盗んできたポケカを売りに行こうと思うんですけど、私一人でちょっとあんまりわかんないんで、今日はスペシャルゲストを呼んでいます。毎度おなじみ、高橋さんです。ということで、高橋さんに売る場所を案内してもらって一緒に行くんで、今日はよろしくお願いします。じゃあそっちから行きましょう。ここですか。なるほど、行ってみよう。こういうお店入ったことほとんどないから緊張する。あとすんげー雨。こんにちは、お願いします。はい、お願いします。緊張する。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ、そうそう、30分ぐらい経つので戻りますよ。自分のものじゃないのに、なんかすごい緊張する。すみません。じゃあ、お願いします。はい、こちらは本日の撮影結果になっておりまして。ここの売ってほしいです。わかりました、ありがとうございます。こちらの右のご用意出しますね。少々見つけたら。じゃあちょっとこのお金でオリパ引きたいんですけど、何かありますか。はい、ちょうど一口2万円なんですけど、この画像の中に入っているカードが絶対に1枚出る。はい、かわいい。じゃあ
一回、はい、お願いします。ありがとうございました。今ちょっと、はい、どうしよう。これで、こちらで、はい、はい、ありがとうございました。お願いします。ということで買い取りが終わったので、みやびくんをね秋葉に呼び出したんで待っていこうと思います。まあそろそろ来るでしょ。これプレゼントしたいからね。これ私からの愛のこもったプレゼントよ。どんな反応してくれるかな。クククククあ、はい、どうした。まあまあまあいいからいいから。ありがとう来てくれて。何待ってたよ。怖い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 、ねえねえ、待ってたよ。待ってたって。え、ちょっと高橋さんおるやん。え、な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 、え、秋葉まで呼び出して、なんだお前、電車30分かかったぞ、これ。雨なのありがとう。お前、やばいって、マジで。な、な、めっちゃさ、緊急って。落ち着いて、黙れ。黙れ。はい、一旦黙れ。はい、ごめん。服ない。やべ。ね、すよ。なんこれ。な、なプレゼント。え、え、いらないならもらうよ。え、いる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 。ポケか。怖い。怖い。カメラ回すな。じゃあプレゼントするんだったらいいから、カメラ回してプレゼントするんだったらいいから見てみ。ポケか入ってんの。じゃあ前よ、あれあれよ、いい。え、開けていいよ。いいよ。まあもうそろそろクリスマスだしね。いや、まだ先やけどな。何ね、マジで意味わからん。マジでポケかよ。嬉しい。え、本当にくれんの。え、それ分かった。俺お金請求されても払わんよ。なんかその外れカード引いちゃったからみやび押し付けようみたいに深くやめるよ。なになになに、え、オリパこれオリパじゃね。え、え、日のつや。嬉しい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 。ありがとう。これいくら分ぐらい。いや、これ1000円ぐらいじゃない。でも言うてそんなめっちゃ高額じゃないけど。え、なに、ありがとう。どうしたの、突然そんな俺にオリパくれるとか。普通嬉しいわ。胸が痛い。なに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 、え、嬉しい。え、なになになに、どういうこと、どういうこと。嬉しい。なになになに、え、あ、嬉しい、ありがとう。嬉しい。ほんとに、え、ただでもらっていいのこれ。嬉しい。え、嬉しい嬉しい嬉しい。え、ありがとう。2万。え、2万。え、これ2万で買ったってこと、このオリパ。いや、お前それ外れとるやん、それは。みやびくんので買ったよ。あ、俺ので買った。俺のお金で買ったってこと。みやびのお金じゃない。いや、やめて、そんな普通に。全然返すよ。いや、いや、もうこれみやびくんの新しいものだから。古いものは売らせていただいたから。え、どういうこと、どういうこと。古いものを売った。古いものを売った、新しいものをみやびくんにプレゼントしやった。新しいものをプレゼント。俺のカード売った。売って、はぁ、ちょっと待て待て待て。売って、よりいいものをみやびくんにプレゼントしてあげようって思って。え、心を込めて引いたんだ。はぁ、え、待って、待って、どういうこと。一緒で、待て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 、もうやばいって。それはさすがに俺のポケカを売ったってこと、お前。うん。おい、お前聞いて。やばいって、それはマジで。聞いて。やばいって、何してんの。約束覚えてる。いや、覚えてねえよ。もがっとした約束覚えてる。いや、でも、全部売った。レアですみたいな書いてる、星4って書いてある。おい、お前やばいってそれ。え、お前あれ、ポケカ初めてから全部集めてきたやつ。あれ29万だった。お前やば。お前それはやってるわ。早く、早く。お前ほんとにやばい、それは。早く、ごめんね。でもさね、みやびくん、ごめんね。僕がとした約束覚えてるね、みやびくん。はぁ、はぁ、何度も人のを買って言った。もう、あれとファンの人にもらったやつとかもあるやんで。だってみやびくん約束破ったじゃん。なんで。え、今日動画出さなかったらアポヒカ売るよって約束したい。いや、高橋さんも止めろよ、というか。何してんの高橋さん。やばマジで。いや本当にえぐい、お前やってることやばいマジで。いや本当にやばい。え、警察行こう。おいおい、やばいってマジで。本当に濡れちゃうから。はい、まあ、本当にやばいなマジで。もうちょっと、また一緒
に集めようなもう本当にちょっとやばい、これはやばいよ、お前炎上するよ普通に。このチャンネルはそのガードマンみたいなやつじゃないから、その優しいチャンネルだからね、アイドルの生活って。そういう過激なこういうドッキリとかやらないから、やっちゃダメだよお前みたいな。はい、もう僕も悪いっすわ。約束を破ったらこうなるんだよ人生。確かにね、人生俺が悪いと軽々しく約束を破ったらいけないの。約束は命かけて張るもんなの、命張って約束するもんなの。分かった、一旦分かったか、改心した。えっちょごめんなさい。え格闘家すぎん。ね、改心した、改心してくれた。はい、いやもう、まあ、俺が悪かったとはあるけど、まあじゃあ俺が悪かったのか。改心したんだね、本当に。改心したよということで、ドッキリでした。何か売ってないよ。すいません、実はこれドッキリで本当は売らないんです。すいません、これは宮井くんが大事にしてるカードなんで、はい、ちょっと売れないんですけど、すいません、査定していただいたのに、はい、また来ていただければ。すいません、はい、私心優しいから、やっぱ宮井くんの大切なカード売れなかった。優しいね、こういうとこ好きでしょ。すいません、はい、お願いします。じゃあありがとうございました。すいません、貴重なお時間を。カードえ、しもべなった高橋さん。あ、これこれこれ、よかったマジで。お前やばいってマジで、ほんとに。え、もうマジ持ち出すなよ、まずそもそも帽子こいでてんだからさ。めっちゃ今日湿気ってるやん。改心したんだよね。よしよしよし、したんだよ、ね、よかったマジで。あー、あれやな、もか違うな、叩かれずに、ね、よかったわほんまに。そっちがよかったわ。あ、よかった、本当に。よかった、マジで延長しなくて済んで。ねえねえ、ちょっと俺、仕事中だからまださ、帰るわ、行った。ねえ、もうちょっと悪質なドッキリやめて、あともう普通に1万8000、1万9000返すやない。外れた分。みやくさ、約束破ったからこういう目にあってんだよね。なんでなんでそういう。あ、もう雨やんできたわ。じゃあ、お疲れさん。今な、ちょ、みやくん。みやく。みやく。おい、もかー、なに君携帯いじってくつろいじゃってんの。チパチパチ、面白いな、ツイッター面白いな、あ、間違えた、X だっけか、お前ツイッター、お前な、あ、間違えた、ポスターだっけか。昨日したこと忘れてないからね。昨日したことって何。うん、俺にしたこと、昨日お前俺にしたことを忘れて、お前平穏に暮らせると思ったら大間違いで。あ、もうムカさん、申し訳ないけど僕も司会させてもらったよ。え、過去形。うん、もうすでにね。何も気づいてないけど、なんか何された。モカさんの今月の給料をポケカのオリバにする。それ以上言うな、それ以上言うな、絶対に絶対にそれ以上言ったらいけない。前のダイアリーで、あの給料全部あのオンラインポケカのポイントに全部変えたっていう動画出しましたけど、まあ、今回もモカさん15万円分ポイントにさせていただきました。ねえ、なんだよ、いいじゃん別に3分の1とか4分の1、それだけでもドキドキできるし人生に。というわけで来ました、モカさん、決戦会場です。ねえ、はい、お金欲しい。はい、じゃあ、今からポケットクロスと検索してください。ねえ、もういいですって何回以上私ぶち込まれる。お前が悪いやん、そんな。なんで？勝手にポケカを売ろうとした罰ですよ。ほんとダメだよ、お前。犯罪者になる、はい、一歩手前やったな、危なかったな。前回もですね、ダイアリーの方ではポケットクロスというポケカのオリバをオンラインで弾けるサイトなんですけども、こちらね、使用させていただいたんですけども、今回もこちらのね、ポケットクロスさんの提供、そしてミヤビの提供でですね、お送りさせていただきます。CM か。てか、前回実はコラボリパやりましてですね、ポケクロスさんの中で、結構すぐ売らせていただきまして、やっていただいたギャンブル中毒の方々、本当ありがとうございます。どうだったのかな、いい結果だったかな。いやー、ちょっとまあ人によると思うよ。そりゃそうだよな。な、何がね、全員勝ってたな、うん、このサイトはないな。そうなんよ、だからお金ちゃうね。はじゃあ今から言う電話番号でログインしてください。070。これあれ、ポイント多くない？前回と同じこれアカウントなんで、もともと3万ちょっと残って、うん、3万ボーナスということで。ねえ、現金で欲しかったらどれだけ嬉しかったか。18万ポイントやで、これ何でも引き放題やもん。18万やったらね、うちもの食べ放題だったんだよ。そうだよ、貸して。
違う、18万なくなるわけじゃないじゃん。前回同様ですね、最終的に残った金額はもう現金としてあげます。はい、ちゃんと。そうしないと僕もうじゃあの詐欺師みたいなもんなんで。はい、お捕まれ。うん、うっさ。つまり引いたポイントより高いポイントのカードがもし出たらそれ当たりじゃないですか。だからそれをポイント変換したらポイントは増えるわけよ。そうだね。そんな感じになっておりますので。はい、あ、ちなみに僕もね、一応あんたもやんの。こんな感じで、あの僕も18万円、はい、なんで。はい、入れちゃいました。え、なんで。いや、ってことはさ、うん、もうやめようかな。え、そしたら18万3436円くれるんでしょ。はい、だとしたら俺はもうお前 YouTuber とは認めない。アイドルだから、みんなの。あなたのアイドルです。イエーイ。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。なんかあの時とまた変わってるね。あれ以降引いてないでしょ、君。うん、俺引いてるから。引いてんの。じゃあもう見慣れた景色じゃん。はい、どれ引く。え、これもうモカにぴったりじゃん。この中にもしモカのエコピースみたいにいても分かんなくない。いや、お前何を言いたいの。え、これかわいい、ピカチュウ。ウィズピカチュウメガパーティー。かわいい。しかも還元率 99% だよ。これ似てる。いや、これ本当なの、還元率 99% は。うん、そうだよ。いきなりしょっぱらか5000引けんの。かわいいし。でも1回にするわ、一旦。モカかけるピカチュウは。あ、かわいいやつだ。なんかこのやつ好き。あの、外れてくれ。なんでそんなひどいこと言う。外れろ、外れろ。やだ。外れろ、外れろ。外れです、このモーションは。こっちもドキドキするわ。あ、でも3000。え、でも3000ポイントあんの。ね、もう一回やる。こいつ完全にポケカをポイントでしか見てない。今の還元するスピードはもうお前やばいわ。もう一回やる。しかもこれ2分の1だから次 OK。 次は来る。もうこいつ2分の1 ただのギャンブル中や。違うよ。怖い、怖い。なんか卵でかくなった。かわいい。あ、なに。あ、微妙。おお。うん、いや違うよ。え、違う違う、お前やばいって、そのスピードが。2分の1だから。こいつスピード速っ。生まれるよ、みやべが。いや、俺生まれへん。全部外れー。でもさ、これめっちゃ良心的だわ。だって外れても3000ポイント戻ってくるんでしょ。普通のオリパじゃこれありえないからね。5000のオリパで3000戻ってくることないから。待って、おめでとう、よかったよ。4000だったらさ、焼肉キングのさ、いいコースで食べれたな。まあそれは現実だからさ、前向きに行かないと。これはあの助走なんで、うん、次高く飛ぶための一度しゃがまないといけないから。おお。どれにしよっかな。なんかいっぱいあってさ、迷っちゃうの。ラインナップめちゃくちゃ多いな。僕がね、ポケクロ好きなのは演出がね、結構一番好きかもしんない。かわいいよね。そうそうそう、言っていいのか分からんけど、もうパチンコみたいな、なんかちょっと脳人出たんですよ。やばいの見つけちゃったんだけど、もうか1、10、100、1000万、10万。やば、10万はやばいな。でももうかこれめっちゃ欲しい、これ。いやいやいや、待て待て、10万はやんないよ、やんない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 。これにするわ、ミラクルドローオリパ。総還元率 100% らしいから。総還元率 100% って何。もう還元率ばっかみたいなの聞こうとしてるし、実は。いきます、ポチッとな。怖い、お願いお願い、やだ。もうやめちゃう。もうやめてもいいよ。もう別にやめてもいいよ。前回いい思いしすぎたんだよ。そっか、1万ポイント引いて6500ポイント。今日はね、あんまり運が良くない日だからね、やめとこうかな。でも待って、もう一回10連する。やったらええやん、好きなだけやりよ。まだある。もかさ、いい演出見たい。お願いします。悪い子にはね、いい演出お願いします。あ、でもちょっといい、ちょっと燃えてるよ。おー、これは当たりなんじゃね。わーい、わーい。どうしよう、このね、やったー。しかも30万ポイント。いやいやいや、これ本当マジで。これはどういうことなの。え、これ普通欲しいわ。なんか初めて見た、頬が好調していて可愛い。いや、お前詩人かよ。お願いだからポイントに変換するのやめてほしい。だって俺が現金でその分払わないといけないとこでしょ。やばいって、お前これ。だってお前やめろ、本当にマジで。どうしよう。どうする。いや知らんよ。どうしよう。まあ一旦保留もできるから、これ。よし。いや、やばいって。どういうこと。桁がまずさ、違いした。この人ね、持ってるんだよマジで。ない。前回こんなん出てないよね。十何万とか出てるっけ。うん、出たとしてもそんなもんだって。嬉しい。これはやばいわ。ちょっとどうしよう。でもさ、今んとこさ、そのさ、給料チャレンジさ、負けたことなくないもんか。全部買ってる、ね、あの給料を何かに変えちゃう系。一番最初はルーレットが始まったんですよ、うん、あの50万、30万、10万、5万とかやって、それも50万引き上げて。こいつ月の給料1ヶ月50万になったりとか。そうなんだよね。嘘すぎる。もうじゃあこれを機にやめたら。極悪ルーレットにしよう。やだ、回収ターンに入んない。やだ、回収しないで。もう一回あれやりたい、あのアイドル。あー、アイドルですかね。一番可愛いでしょ。何言ってんの、喋んな。一番可愛いのはな、マリーちゃんだよ。
モチーはモチーじゃあ絶対引きます。お前もう損しないことは確定してるわけだから。可愛い演出が見たいです。お願いします。それはこっちなんだね。卵もう一回チカちゃん欲しき。わあ、イエーイ。お、ミミッキュかわいい。いいね、ミミッキュかわいい。え、白のもゲットしてるし、鈴のも。俺これ、この鈴の持ってんだよ。俺これさ、3万円ぐらいの時に買ってさ、今ね、もうこれ8000円ぐらいまでね、買い取り下がっちゃってんだよね。結構いいんじゃない？3万引いて3万4000円。あー、いいいいいい。え、これ全部いいのがでしょ。てか、ミミッキュ欲しいから、ちょっとこれ、おね、頼む。ちょっと。これだけ。え、待って。勝手にごめん、人のやつやったわ。次どうする？まあもう、なんか余裕だからね。うざすぎる。これにするわ。スタッフのお店予定の10倍発注しちゃいました。大赤字5発注折り。どういうこと？なんか名前がそそられる。10分の1で何ジャム確定か。ってことは10回引いた方がいいってことだよね。10分の1やからね。そんなことはないけど。じゃあ10回で神の告げを。まあまあでもこれは確定してるから、多分10回引いたらって1枚は何ジャムなきゃでしょ。だから何ジャムなんじゃない、これ知らんけど。わーい、おー、かわいい。何じゃも SR じゃん。あ、で普通の SR も当たってる。すげー、すごいすごい。あ、でもちょ、それ以外は微妙だな、やっぱ。うん、確かに。5万ポイント分引いたけど6万。おー、バドってるやん。イエーイ。いや、イエーイじゃないよ、お前。え、ほんとにやばい今日。え、こんなの皆さん、稀ですからね。え、これもらおうかな、でもどうしよう。一旦保留にする。まあ、一旦これも保留ね。うん、次で最後にしようかな。最後はなんかもう決めてたの。いいですか？お前これ引くん？え、お前だってポイント数なくなったら、だってあれあれ、現金ゼロってことよ。でもモカにあの N がいるから。あ、 N のためにです。いや、いきますよ。うん、どうぞ。怖いな、さすがに。さすがに10万1点掛け、お前男すぎる。女なのよ。やばい、10万こいつ引いたぞ。やばいやばい。天の神様の言う通り。えい、お願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 い。おお、え、おお、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。まあ悪くないんじゃない、多分。わあ！おお！観光客だ、すごい。やったー。まあポイント還元されて俺的に困るんだよね。まあこれはポイント還元しようかな。もう一回 N ちゃんいるし。まあ、N とかいるんだけど、ミヤイくんが破産しちゃうと思うから。いや、破産するで。で、50万ポイントまでこの口座入って、だって、どう使い切るんで。だから、これでいいや。一旦。いい、ああ、本当に、うん、優しいから。よかったー。じゃあ、今月の給料23万僕がお支払いすればいいと。ちゃんと6円までね。うん、336円まで。7は死者誤入してもらって。あ、じゃあ死者誤入して、20万でいい？ 7。え、なんで？ 24 万で。いや、20万でいいでしょ。うん、ダメ。じゃあ N もさ、加入するよ。そんなことばっかやってんだったらね。いや、わかりました。はい、じゃあこの後自分でどれ発出するか選ぼうと思う、うん、だから届くのを楽しみにしてて。何発出したか。あ、なるほどね。そう、わかりました。楽しみにしててください。私のターンは以上となります。いや、終わった。マジで気持ちよかったね。最悪すぎる。結構もうちょっと慣れてる今思う。普通に。でも自分から戦いを挑んできたからね。やばすぎる。え、じゃあ終わり？いや、僕も引かせていただきますよ。え、宮城くんもやんの？引かせていただきます。でもさ、この間はさ、宮城くんもさ、良かったよね、めっちゃ。それが忘れなくて、いや、逃げてしまったんですけども、吉と出るか、凶と出るか。というわけでですね、僕ちんも18万全部パン。やばすぎ。やってしまいました。後悔してる？いや、楽しみだよ。だけどなんか慣れたり普通に今。モカチがめっちゃ爆走して、高笑いしながら俺が出て、ウェーイって見せつけたかったのに。ごめんな。なんか未来かも、頑張って。とりあえず、同じことやろうかな。これ引いたっけ？それ引いた。先駆者の教えに習って、やっていけば、多分当たる気はするんだよ、ね。マジ？まぁ、あ、ちょっと同じでいくわ。まぁ、あ、とりあえずこれで。カモン！最初大事だよ。最初大事。お。おい。うん、おー、5000ポイントで5100ポイントで、ナイス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 。神釣りのきらめき、これ持ってます僕。もうこれは大丈夫です、ポイント還元で。これ7、2枚持ってます僕。これ3回やつだよね。3回。あ、じゃあ俺の3回引きます。マジで同じ目作るやん、はい、いきます。まあここはモカもさ、外れたやん。俺も外れていい。ああ、あーやめて。これは外れですね。でも外れでも3000ポイント戻ってくる。もうこれ神仕様だから本当に。早いな、もう慣れっこじゃん。さあもう1回、3度目の正直、レッツゴー！どうだ？おや？おや？きたー！
しい。めっちゃ可愛い。全部可愛い。これめっちゃ可愛い。可愛い。やばいやばいやばい。しかも PSA 10だし、最高じゃんこれ。これはもう、これちょっと普通に話。今んとこ買ってるな。神だ。結局ね、やっぱいいことしてる人に運って向いてくるんですよ。いいことしてんの？あ、もういいことしかしてないよ、もうほんまに。さっき何引いたっけ？ミラクル。ドローリパー。あ、そうそうです。それね、充電した。はい、じゃあこれも引きます。マジで同じじゃん。さあ、来い！いけ！よし！はい、来たー！すごい。もう一段階は？サイト持ってるよ。ポイント数で言ったら4700ポイント、うん、まあ勝ってはいるけど、サイト以外はもうだいぶやばい、外れてますね完全に。これ効果引くわ。てかもう本当にさ、リーリーやっててみたいんだよね。リーリーだってさ、人生変わるって本当に。頑張りリーリーみたいなやつ？そうだよ。やっててみて。いやそんな簡単。やめない。見たい。なんかもう、あー足んなかった。分かんない。もうまだあるか。もうかだってさっきこれで、くっす。あーもう一回来てくれ。来い来い。もう結果出てる。やばい、4700ポイント。ちょうどさっきのやつでプラマイゼロや。もう充電しとく？でもさ、ちょっと待って、でも待って。お前さっきこれで引いたよな。引いた。ってことは当たり減ってんねん、これ。減ってるのを間近で見ちゃったから、これ以上やめておいた方がいいんじゃない？いないのかな、その中にリーリーさんは。でもいる可能性もあるよな。うん、可能性ある。残り3782だしな。いっちゃおう。ねえ、もう一回見た。いけいけい。レッツゴーレッツゴー。お願い、来て。ここから、ここから。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。あー、やばい。もうやばい。6500ポイント。やばい。これはやばい、マジで。ちょっと撃沈しちゃったな。普通に欲しいやつはない。どうしよう。もう10回引いちゃう？やめる？いや、ちょっと別のやつにしよう。さすがにちょっとやばい。あ、これやろ、これ。2倍以上のアド確定。バグアド必勝リパ。これやってなかったら、1人1回限定、これ。これ普通に絶対勝てるやつなんで。とりあえず一旦これはね。はい。もう、絶対勝ってるね。倍になった、倍になった。よしよしよし。コツコツ増やしていくか、俺も。人生、継続なり。どうしよう。宮井くんも女の子好きだし、アイドルのやつやったら。いや、でもここにリーリーはいないから。今、リーリー求めてるから、俺。リーリー求む？そんな簡単に手に入らない。それ分かってんだよ。結局たどり着くとこ同じなのか、これ。ちょっと待って、でもまだ一旦落ち着こう。これ100回で5万円。マジ？これいっとく。いきまーす。100やばい。さあカモン。何か1個当たってるくらい。おっ、いいじゃん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 。これ初めて見たよ、この演出は。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。でも3等以後。何これ、何これ。ポケクロの中の景品みたいな感じで、これが当たりましたと。一旦ジャックポトリパー引いとくか、うん、ついでに。さあ、時々の瞬間、普通に楽しんじゃってんな。おもろい、本当に。ダメだ、やばい、俺運ないわ、マジで。本当にダメだ。ステラミラクルパック、さっきのやつが5万円分引いて41307ポイント戻ってきてる。うん、一旦これもポイントに戻して。なんかコツコツ減ってるね。あ、コツコツ減らしてますね、僕。コツコツ減ってるよね。どうする？もう一回100回引いとく？ 100 回面白い。100回面白いな。うん。マリー大集合だから、俺マリー持ってるから微妙ではあるんだけど、大集合、ま、これも100回いけるよね。大集合してんだ。大集合しちゃう、俺も。集合してけ。レッツゴー！ ゴー！ 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 マジ？もうちょっとダメだ。3万ポイント引いて21140ポイント。リアルカードショップのオリパだったらもう爆損してます、本当に。こんな引き方できない。こんな楽しめて本当にすごい。長く楽しめるよね。素晴らしい、本当に。僕みたいな人間ぴったりです、本当に。確かに。コツコツ減ってますよ。やっぱあれかな、俺も。行っちゃう？引く度胸。でも出るかもしれない、欲しいのが。行くか。合流の極みオリパ、10万円一発抜け。ここ大事。それ大事、すごく。いけー、お願いします、お願いします、お願い。これは他も当たってほしい。お前優しいな。優しいよ。おー、いいじゃん。あ、もう大丈夫、オッケーオッケーオッケー。もう外れはない、これは。外れはない、絶対。こっから同じやん。同じや、同じやん。もう一回言ったら、とりあえずでもこれを一旦ポイント還元しますと。で、出てくる画面がもう一度引くっていうね。もう一回言ってたら最後にしよう。これ最後にするか。泣いても笑っても、だって増えたからね今。そうそうそう。もう一度引く。怖いよ。お願いします。怖いよ。やばい、これ向かまでドキドキする。いけー。もう一回引こうとしてる俺。いや、行くと。
やばいやばい。ちょっと、終わった。やばい。10万円だよ、これ。やばい。いや、危なかった。でも、観光客で18万ポイント引いてるんで、マイナス2万ぐらい。20万かけたにしては、全然いい損失であるけど、これは。これ1000なんだ。1000やばい。一旦、これはまずいね。誰？今日のところはやめとこう。まだ別の日にポイント余ったんで。やばい。そうですね、ポンチョを着たピカチュウ、この子、うん、発想かな。実はポンチョシリーズだとこの子最弱なんですけど。あ、そうなんだ。今回僕はポンチョを着たピカチュウだけを家にお持ち帰りして、あとは終了。自分じゃなくてよかった。でもよかったな、1回目当たってて。いやー、終わった。マジで面白かった。やばいってマジで、本当にやっぱドキドキするね。でも本当すごいわ、あの辺り。ありがとう。犬はやばい、マジでビビったもん。可愛かったという感じでですね、まあどうでしたか。楽しかった。僕は途中までめっちゃ楽しかったんだけど、結局途中でやめられるかどうかっていう俺の人間的な問題にかかってくるんだろうね。やっぱギャンブルって自分との戦いだね、本当に。てかなんかやめ時大事って言うもんね、よく。なんならまだもう一回やりたいなと思ってるぐらいだけど、うん、まあちょっと本当にまずいかもしれないんで、一旦中止させていただいて、もうお母さんはね、大勝利ということで。言ったら18万ポイントは50万ポイントだから。すごい。で、何発送すんの？内緒だよ。いや、教えてよ。あとで一人コソコソするから届くの楽しみ待ってて。まあ、俺はね、ポンチョ来たピカチュウ発送したんで。楽しみだね。うん、楽しみ待ちたいと思います。今日はありがとう、宮城くん。楽しい思い出作ってくれて。おやすみ。本当にありがとう。おやすみ。おやすみなさい。楽しかったです。イェーイ！もかさん。はい。何？これ、この間のポケクロの。N です。どれだろ。 B やってていいですよ。楽しみに待ってたよ。じゃん。おお、すげえ。ギラギラ、かっこよ。かっこいい。そん、かっこよすぎやろマジで。ええー、な、めっちゃいいな。おめでとう。ありがとう。これこのまま持っとこう。開けるの怖いし。大事にしなさい。うん、イエーイ。ペット、今月大勝利だな。いや、ほんと君大勝利したよね。運しかない。てか、あの、一つ聞いてもらっていい、うん、もっとね、ちょっと実は重大報告ありまして、なんとですね、ポケクロさんとのコラボリパ第2弾、発売されることになりました。すごくない？第2弾？第1弾ね、前回ね、宮本ダイアリーの方でやらさせていただいたんですけど、なんとそれがね、大好評につき、第2弾をですね、やらさせていただけるということで。すごっ。で、しかもですね、ちょっとこれ見てほしいんだけど、今回俺ら弾いたやつって、当たりの演出が出てくるみたいな感じだったんだけど、ゲーム機能みたいなのが追加されて、自分がやったこのゲームの結果によって、当たりはずも変わるみたいな。なんかその、めちゃくちゃおもろい機能追加されたみたいだったんで、あのね、それが今日から大型アップデート入るらしいから、僕たちのコラボオリパとともにそれね、見てみて、あの、ぜひね、気になった方挑戦してみてください。はい。で、コラボリパだよ、すごくない？嬉しい。見てみてください。はい、やったね。やったね。コラボリパも嬉しい。俺がこれポケカ好きなのかけちゃう？俺のポケカ好きってこれ仕事じゃね？仲直りで。はい。仲直り。おり仲直り。